回転寿司チェーン、スシローの全国約500店舗が、2月5、6の両日に一斉休業する、1月30日、運営会社、あきんどスシロー、大阪府が公式サイトで発表した、都500店舗はほぼ全店にあたり、ソーシャルメディアでは従業員に配慮した措置として、好意的な反応が相次いでいる。発表によると、休業の理由について同社は、より働きやすい環境づくりの一環としている、都共同通信によると、同社は従業員の要望を受け、休日の確保が現場の士気向上につながると判断としたという。労働時間の長さが指摘される飲食業界では、珍しい休業の発表に、ツイッター上では、同業界で働いていたらスシローに転職したいや、サービス業もこういうのあった方が良いよねと好意的な声が寄せられている。2月5日・6日の休業期間にも以下の店舗は通常通り営業する、津、埼玉県、ステラタウン店、本庄早稲田店、浦和中央店津、千葉県、鴨川店津、東京都、ビッグボックス高田の馬場店津、神奈川県、ショッパーズプラザ横須賀店、新川崎スクエア店津、香川県、夢タウン高松店津、福岡県、大牟田店、夢モール筑後店津、長崎県、佐世保五番町。